ら、パソコンのあれ、まず置いとくか。まあ、ブログでね、また載せておきたいと思いますわね。まあ、その怪人説をね、ブログで宣伝もちゃんと、宣伝で行く方法としてね、やってるだけですね。なんか選ぶけどな、なにこれでもな。鬼滅の刃は結構長く続くと思いますね。なんかあのシリーズとしてね、ドラゴンボールと一緒ぐらい続くんじゃないか。ドラゴンボールでもね、もう長いことやってもね、うちなんか生まれる前からあったか案内だから、うん、後ろを見るとこんな感じだね、うん、全部のキャラクターがね乗っているけどね、煉獄さん最初に亡くなっちゃったしね。そう、甘露寺蜜璃さんはねちょっとイケイケって感じだね。なんか甘露寺蜜璃さんってすごいイケイケですよね。なんかピンクでなんかそういう感じだね。いろんなね髪型があったらいいんですけどね。まあ人間もそういう、あの日本で結構堅苦しいんだよね、なんか知らんけど、うん、あのなんで男の人がこんな格好していけないのとかね、そういう同調圧力がねあっていかんですよね、うん、で琴平伊之助さんね、宇髄天元さんだったかなこれ、この人誰って名前忘れてたな、うん、なんかね、かわいいですね、かっこいい、うん、そうそう、さっきちょっと出てこなくなっちゃったね、うん、こうちょっとこうしたりこうしたり動くのがねちょっと落ちてしまうんでね、しょうがない。